はい、今回は体力バランス調整で損した分、補填どうすんだよ問題が解決されそうな予感です。まず、全体補填としてメタルキーとジュエルキーが配布されるようです。これだけだとスタートダッシュを決め込んだ紳士淑女の皆さんはとても報われないですよね。なんと、なんと、個別にも補填対応があるらしいです。これは、嬉しい、素直に嬉しい。初期に意地割りまくった勢としては、どれだけ帰ってくるのか楽しみです。個別対応は大変なので、華麗にスルーされると思っていましたがさすがです。個別補填の前提条件は、体力バランス調整以前に、ダイヤによる回復、メタルキーを使用、ジュエルキーを使用、メタルパレードやジュエルパレードにて、神ゲーの証を使用、これらを行ったユーザーに対して、調整後の差分を埋めるため、一定のルールに沿って、アイテムの補填を予定しているそうです。なるほどなるほど、そりゃ、もう、全部がっつりやってますね、期待できますね。ちなみに、個別対応は、2月28日のメンテ後に配布されるわけではなく、時期は調整中となっていますので、ご注意ください。余談で全く関係ない話ですが、イベントまだかな。